村のロッカーが28日に ARD で開催された冬の空飛ぶ星の祭典にテレビ出演した後の様子です。リーザで2012年1月、ドルフロッカードルフロッカーはドイツの音楽グループである。彼らの音楽はパーティーロックセクションに割り当てられ、フォークミュージック、ロックミュージック、ヒットソング、カントリーミュージックの要素を含んでいる。 ドルフロッカーは100以上のテレビ番組に出演し、国内外で1000を超えるライブコンサートを行い、14万6000人以上の Facebook のファンがいる。グループは、トビアス、マーカス、フィリップ・ゾーマンの3人の兄弟からなっている。2017年には、フォルクストゥムリッヒム・ジークカテゴリーのエコーショーにノミネートされるなど、幅広く活動を行っている。アルバムシングルハット・サイモン・ワーグナー。 エイミックスアオスパルティス・ウンド・ウントロック・バイム・エングス・ティンガー・ヘルブスト・ SWP で2012年9月10日閲覧。メラニー・グロット・ボック・ダイ・ドルフ・ロッカー・ウント・イヤーホルツ・ラウフィン・ハイス・シュラーガー・プラネットで2015年4月28日閲覧。ドルフ・ロッカー・フォンデア・プラッテ・ゲファグット・イン・フランケンで2018年9月21日閲覧。フェイスブック セーテデアドルフロッカー VGL アオホプロジーベンドルフロッカープロジーベンで2015年4月28日閲覧スターウォッチエンターテイメントドルフロッカーハイマートラントリーベアーシャインとイムオーガスト p o p s c h l a g e r a k t u e l l c o m 2 0 1 6年8月2日閲覧ありがとうございます